おはようございます。釣り子 TV です。このルアー変えましたよ、ジョイントフカベイトってことでフローティングですね、ノリーズのですね気になるルアーっていうことでジョイントになったフカベイトですね。これをね買うことができたので、早速開封していきたいと思いますが、ブライトピンクゴーストっていうねカラーね、このカラー名からも分かるようにプラスチック化されてるんですよね、このボディが。一番最初に出たフカベイトは、ウッドねモデルだったわけなんですけども、そこから、だいぶ素材なんかも変えて、でどうですかね、新しいね、まあジョイントフカベイトっていうことで出てきたんですけども、オリジナルのねフカベイトとの違いなんかも見ていきたいななんて思いますが、早速ですね開封していきたいと思います。サイズは 127mm で、ウェイトは 44g だよっていうね、こういったルアーなんですね。ジョイントのフカベイトということで、おおおはい、出てきた。こんな感じですね。あ、結構このジョイント部分がね、このラフにね、こう一つのね接続部分でつながっているので、思ったよりこう自由に動くっていうか、こうふか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 ね、あーでひねる。可動域が広い、非常に柔らかい接続部、そんな印象があって、でこのね専用に作られたであろうブレードがまたこの独特な、ね、カラーリングがされていて、これまたいい感じですね。なんかスピナーベイト使うと錆びたりして、なんかこんな感じの色合いになったりしますよね。こう光が抑えられて錆もちょっと湧いて、でもそういうブレードの方がね釣れることってあったりしますからね。だから結構スピナーベイトなんかちょっと話変わっちゃうんですけど、針がねちょっとなめっちゃったり使えなくなったら終わりって印象だと思うんですけども、自分なんかはねちょっと汚れちゃったブレードとかもう取り外して集めてますね。でこうチューニングパーツに使ったりとか、あとはもうスピナーベイトの替えのブレードで取っておいたりっていうね、まあなんかちょっと秘密のありそうなカラーリングブレードですね。まあそんな感じで、で針はフッ素加工とかされてないですね。結構ごつい太軸の針がついていて、ここがスイベルで回転するよとかそういうギミックとかがあるわけではないですね。でこの透明っぽいカラーを買ったので中がこう見えるんですが、ね、ウェイトがここの辺りに、これウェイトがね薄い平たいウェイトが入ってますね、うん、で基本的にはサイレントですね。ウェイトが動いてこうゴトゴト音が鳴るとかカチャカチャ音が鳴るとかそういったことはなくて非常に静かね。でこれがこうしたらブラーン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 ふか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 ってするんでしょうから、非常に静かそうな、印象のルアーですね。で後ろの針はこんな感じ。これがねベストバランスなんでしょうけど、やっぱりちょっと針が小さいのかななんて思って、まあ、使ってみてなんか感じたらちょっと針のサイズなんかもねいろいろ試してみたいななんていうふうに思うんですけど、じゃあここでですね先輩ね登場してもらいますね。はい、これジョイントじゃないフカベイトですね。サイズ的にはこうもうほぼ一緒ですね。ジョイント部分が増えた分だけちょっと数ミリ長くなってるっていう、そんな感じですかね。で上から見てもね、これちょっとシール貼っちゃったりしてますけども、基本的にはもう全く同じ形で、でこのジョイント部分を設けたことによってよりフッキングが良くなったりするのかな。ね、で針はねこれちょっと大きな針にね自分ね流儀のやつに変えちゃってるんですけども、腹側から見るとこういった感じで、うん、
これ目やっぱ特徴的ですよね。なんか所有感があるんですよね。かっけえなっていうね、うん、あで、すいません、ちなみにこっちのねオリジナルね、あのまだ自分一匹も釣ってません。で、あただね、結構チャンスというか、あの想定してる状況になったらこれね投げてみていて、感じたのはなんですかね、すごい魚が寄ってくるんですよね。うん、なんか先輩なんかに聞いたら、これはサイトフィッシングで使うもんなんだよらしいよっていうのをね、なんかね聞いて、うん、こんなね、なんとも言えない形というか、まあ全然そんな魚に寄せてるわけじゃないし、カエルとかにしたらでっかいしとかね、なんとも言えないこの存在感なんですが、この存在感が水面にビタンといて、でも本当動くか動かないぐらいにふかふかさしてると、こうバスがふわふーね寄ってきて、でふーって食っていくみたいなんですけども、自分ねふってこう寄ってくるシーンは何回も見てるんですが、あのねまだね釣れてないんですね。だから今ね、まあこういったの使う、まあ一つハイシーズンの一つじゃないかなと思いますんで、引き続きね、まあこれとこれ手に入れたんで投げていこうと思いますけども、そこら辺のどうですかね、使い方の肝みたいなの後ろに書いてあるのかな、ちょっとね、読んでいきたいと思います。ジョイントフカベイト、縦波動 IGK トップウォーター、ジョイントフカベイト、オリジナルフカベイトにジョイントボディによるさらに複雑な縦波動の発生と ABS ボディによる視覚効果をプラス、使い方はブレードがボディに当たらない低速での愛字引き、狡猾にビッグバスにも見切らせない縦波動の力、ジョイントによってやや早めに引いても泳ぎを崩さず、より一定リトリーブしやすい、リズムよく広範囲をカバー可能。これね、一匹釣ればああそうなんだってね、一発で分かりそうなんですけど、まだ釣ってないんでね、なんともねこうアーダコーダ語ることはできないんですが、縦波動ってことですね。こう縦にこう優しい波動を断続的に送り続けることによって、バスがなんだくちゃおってね、こういうことみたいですね。でこっちの説明にも確か書いてあったんですけど、こいつはそのこう激しく動かしてカチャ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 してアピールするためじゃなくて、これをこうぶつけないようにこうふか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 ね、こうぶつけるんではなくて、下でダリン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 動かすことによって魚を寄せてね、バイトに至らせるっていうことなんですね。でこれが全部こう一本物だとそれでも動きすぎちゃうっていうところを、こっちに糸結んで後ろにこの可動のねブレードとかがついてることによって、よりこう動きをさらに制御して動かすための接続部ではなくて、説明によるとこのジョイントを使うことによって余計な力がかからずに、よりナチュラルなその縦波動の誘いみたいなのが発生するようになるっていうね、こういうことみたいなんですけど、ってどういうことなんだろうなこれな、本当ね、あのどう動画とかでもね、まだそんなにこのフカベイトでこう食わせるっていう肝の部分までね語ってる動画とかね、あんまり見たことないんで、まあそういうとこも含めてね、せっかく動画やってるんでね、あの自分の方でも、あこうなんだってね、一匹二匹釣ればねすげえってのがね理解できるはずなんで、ちょっとね積極的に投げてみようかな。どうしてもね、なんだろう、わかんないからまだね何とも言えないんですよね。でも非常にこの所有感があるっていうね、まあトップウォーターってでもそんな感じですよね。こんな形で釣れたら楽しいなっていうのがやっぱり原点にあると思うんで、でもまあいろんな形とか使い方ってね出尽くしちゃってると思うんで、そんな中で結構新機軸なね形、まあ
まあ似たようなやつとかね、そういうコンセプトの例えばハンドメイドルアーとかね、結構人を知る人ぞ知るみたいなのはねいっぱいあると思うんですけども、こういうまあノリズっていうねメーカーからポンってね、こういうまあプラスチック化もされてね、まあウッドでもあってこういうのもあって、よっぽど何かないとこういう出方ってしてこないですよね。だから10年後ぐらいにはもうまあ一つのジャンルだよねみたいな感じで確立されてるのかなっていうね、なんともまだね自分がよく分かってないんでね、それが一番もどかしいですけどね、まあチャンスがあったらね、まあどんどん投げてね、こういう使い方ですよなんていう風に語れるようになりたいななんていう風に思いますけども、なんとも歯切れの悪い動画になってまいりましたので、締めようかと思いますが、ちょっと重さね、せっかく2個あるんで重さの比較はしとこうかななんていう。まずね、このオリジナルのね一番最初に出たフカベイトはね何グラムぐらいだったのかなって、改めてこれちょっと針大きいのに付け替えちゃってるんですけども、43.5グラム、ね、43.5 で今回新しく出た、ジョイントのフカベイトっちゅうと 43.8。なんかここら辺の重さにもなんか秘密ありそうですね、なんかね、ここもね何とも言えないんですけど、この質量のものがこの重さのものが何か水中に何か波動を出し続けるっていうのが一つの肝なのかなとかね、でこっちは肉が詰まっててこっちは中空になってるよって、ね、こういう違いもあったりするので、あ、でもこの 40g ちょいちょいっていう重さ何かあるのかもしれないですね。はい、というわけで重さも測ってみたので、あとはね釣り場に持って行って実際に投げるだけですね、なんとかあーこういう使い方みたいですよってね、歯切れよく説明できるようになってね、また動画の方でねアップしていきたいと思いますけども、まあ、ざっと見て外観とかはねこんな感じでございましたということで、本日は、締めていきたいと思います。というわけで、本日の釣り子 TV はこちら、ノリズからね待望の新しいルアートップウォーターですよ、ジョイントフカベイト、これが出たよってね開封してみてって、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。